とからもう大野まですぐですよとか言って、ここから大野なかなかなか行く距離ですからね。これも10時間のがね、かなり、先ほどつながってくるとかなり良くなってくるでしょうからね。本当、福井に行きやすくなりますよね。私の生活サイクルだったら、朝一、福井の方に飯を食いに行く出てきますもんね。いやあ、ここがすごい。あ、これあれがチェーン装着用なのかな。そういうことかな。まあまあまあ。そのまあ、こっから先どんどん白鳥、この先ね、平の豪雪地帯に入ってくるところですからね。ねえ、いいじゃん。おー、高いとこ走ってるね。おいっぽい貫いてるな、こうやって。ちょっと怖い。ちょっと高所恐怖症には怖い高さだぞ、これ。うわー、見えちゃうんだね。わー、おけー。お、こんな高いんだ。この辺りって別にその地表の標高もあんま高いですからね。そこからさらにこんな高いとこ走ってんだね。すげえな。これは白鳥トンネル。大盛りだからね。カストンネル、わしの字で高須になるんですね。高いね、わしで。高にわし、高いわしってすごいですね。高じゃない。出たところすっげえ雨降ってするっぽいな。出口どうかな。ちょっと落としていくか。さあ雨どうだ。そうでもなかった。で、高すぎた。言いながら仕入れ、こちらもなってきましたね。ここがでも郡上市なんだね。郡上市の高須町なんだな。郡上市も意外と広いんだよな。ちょっと霧がかってきてるね。まあ霧かかってきてるね。やっかいね。やっかいね。ああ、やっかいな天気ね。さあ、高山まで53キロ。おお。よし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 。そういうまでは頑張っていこうかな。ちょっと天気予報だけ見よう。うわーすげー、もう中だよ。
雲の中に橋がかかってる感じだね。本当に霧が出ちゃってるから。標高も、単純にもこれ霧じゃなくて雲なのかな。いやー、なんか幻想的。この雪みたいに周囲に湧き上がってる霧は見えてるのかな、これカメラで。ヒルガノ高原の作戦、エリアも近いですけど、ちょうどヒルガノの牛乳飲んでますね。ヒルガノ分はもう十分吸収できてますね。大丈夫だ。登る。すごいね。おいしくる。登る。登る。まだまだ登る。一瞬降るかな、降らないね、そして登るで一瞬どころじゃなく降るね、次の急増98キロ153キロなかなかえぐい距離で、一応まあさっき入れたね、まだ300キロくらいは走ってますからね。でも言うてあそこからもう60キロ走ってんだ、はねー。いや今日えぐいぞこれ距離途中破壊そびれてるけど、今回は F 距離になるんじゃないかな。本当に上行くのこれ、わさびさん行きまで自由くらい気持ちいいだけどな。ただね、あの上の中友山駅に関してはいつ廃線になってもおかしくない感じですからね。それは今から行くところ、上半線とかも秘密とかもちょっと危ういかなところですけど、あれでも向こうの切れ間が見えるよね。ちょっとこのまま行っちゃうかな。いやあそこ140キロ道なりって言っとったんで、まだ80キロぐらい道なり行かないといけないですもんね。すごいな。そっか、半分は来て、さっきのとこから半分来てないんだ。ああ。全般で見ると全然あの半分以上来てますけどね。ちなみに今回の遠征に受けていたのがあれですけど、オイルは交換しときましたよ、ちゃんと、うん、バッティシーガルフオイルに変えといたんで、そこは、抜かりなくなっておりますな。
パラプライ高なんだ。4%。そう、なるね。ブラの、あ、そうか、ギアが速い速度に入ってるから。エンブレムはもう効かねえからな。もう、これはもう。ちょっと明るくなってきましたね。文字だから。言うて早々のうちに。高山インターは飛騨清見インターで降りてる。これで消化はですね。